言語処理学会年次大会参加報告ということで、長岡技術科学大学自然言語処理研究室学部3年の上脇が発表します。よろしくお願いします。はじめに、報告内容についてです。報告内容としては、自分の興味持った研究についてと、あと年次大会を通して、これ年次大会始まる前の、自分の課題点等と、あと年次大会を通しての感想についてです。年次大会を通して自分の課題点について挙げたのは、来年聴講に行く学生に参考になる、なればいいなということで、1点挙げさせてもらいました。初めに研究についてです。すべてポスターの、研究を挙げたのは、ポスターの方が発表者と直接会話して深くところまで聞けたので、今回はポスターの紹介にしています。自分が、興味持ったポスターとしては、P1 の7の、日本語呼びかけ、応答、挨拶、独言、関東表現歴史根の性質と応用で、P4 の22の、意見分析に適した、意見タグ獲得改善への取り組みで、P1、12、人の動作及び物体認識に基づく動画像からの文生成の研究についてです。で、それぞれの研究について少し詳しく説明すると、P1 の7の、日本語呼びかけ、応答、挨拶、独言、関東表現歴史根の性質と応用の研究なんですけれども、これは、感情の部分を扱った、単語をひたすら集めて辞書化してあるというものです。で、感情軸がすごい細かく設定されていまして、27種類の感情タグになっていました。これは従来の辞書ではありないものとなっています。で、この単語なんですけど、この、用紙の著者である、須藤先生、第3の著者である須藤先生が、新聞記事やニュースなどで見かけたものをひたすら手作業で集めていって、長年集めたものの蓄積となっています。はい。で、感情を細かに区分けして、多くの表現を集めることで、繊細な感情情報処理システムの実現を考えての研究でした。で、うぜえとか、めんどくせえとか、そういった最近の若者が使うような若者的な言葉はまだ表現として入っていなくて、この著者3人の間でみんなでまた議論しながら、さらに語を増やしていく予定だという話でした。で、また、感情タグで、苦しい、つらい、痛いといったものが全てまとまって入っている部分があったり、しまして、感情タグにまだ曖昧な部分があるので、その辺を分けていくことも今後検討しているそうです。次に、P422 の意見分析に適した意見タグ獲得改善への取り組みというものなんですけれども、これ今まではアスペクトの部分ですね。例えばシャワーが熱いとかでしたら、シャワーと熱いしか取得できなかったんですけれども、その間に格助詞を入れてあげることで、分析者が情報を、処理しやすくなっているといった研究になっています。で、エラーが出た部分についてルールをも手作業で追加していって、そのエラーについて改善をしていっています。また、意見述不足といったエラー、詳しくは、要項の方を見てほしいんですけれども、については、ルールを追加してエラー改善を図ったんですけれども、エラー率が少ししか減少しなくて、今後改善が必要だという研究になっていました。で、次に P1 の12、人の動作および物体認識に基づく動画像からの文生成なんですけれども、これは料理について、人の動作を捉えた説明文生成手法についての研究でした。これが料理に限定されているのは、データセットとして料理のものがあったということで、他のデータセットがあれば他の分野にも応用可能なのではないかという話でした。で、動作認識は、平均50%のフレームが動作について適切な語を選択可能であって、で、文生成では位置情報や語順が踏まえられているといったことが要項に書いてありました。で、また、著者の話では、カットとピールといった動作が近い単語についてはまだ動作認識といったものが低いといったことが挙げられていました。で、次に、年次大会を通して、自分の課題点で、来年聴講に行く学生に伝えたい内容なんですけれども、私の場合、圧倒的に事前に入れておく情報量が不足していました。なので、日本語の説明であっても単語の意味が分からなくて、その単語の意味を聞いて、何回もディスカッションするといったところで、深い内容を聞くまでに時間がかかってしまったので、情報量はもう、とにかく入れていった方がいいなという印象でした。
で、次にスケジュール管理ミスなんですけど、全ての企業ブースを回るつもりで挑んだんですが、全て回りきれませんでした。で、また聞きたい発表が重なっていたりして、事前に発表者のスライド等を見られるわけではないので、全て計画もう本当に分刻み秒刻みで立てていった方がいいなという印象でした。で、最後に年次大会を通しての感想なんですけれども、今までいくつか学会に行ってきましたが、言語処理学会は最前線で働く方と直接話す機会が多くて、それについては言語処理学会とてもいい学会だなというふうに感じました。直接話した際は研究の内容から会社で働くにはどういったことが必要かと、また生活面についてのアドバイスもしていただいて、とても有益なことをいろいろと聞けました。で、次が企業は言語資源が豊富ということで、大学に比べて企業の方は独自のサービス運営していて、ログやテキストなどさまざまな言語資源を持っているので、この点について大学側が少し弱いかなという印象を受けました。で、最後に、改めていいスライド等の重要性に気づけたということで、いくら研究が良くてもポスターでしたらある程度派手にしないと誰の目にもつかなかったり、発表でもただ単に研究内容を説明しても誰も聞いてくれないといったことがあったので、スライドや発表等もしっかり工夫をして、しないと、寝てる人が多くなってしまったり、しっかり聞いてくれないという印象を受けました。はい、以上で報告終わります。